ウクライナ国防省情報総局が2022年8月17日に SNS に投稿したコメントによると、2014年にロシアに一方的に併合された南部のクリミア半島の航空基地から、航空機を少なくとも戦闘機24機、ヘリコプター14機などロシア本土に移動したとしているね。投稿ではその理由として、9日に発生したクリミア半島西部のサキ海軍航空隊基地での爆発において、少なくとも9機を損失したことを受けた処置とみられるとしているな。このことによって、ロシア側が当初事故とされていた爆発が、ウクライナ側からの何らかの攻撃であったことが明らかになったとの見方が広がっているってわけだね。そうだね。さて今回は、ロシア軍にクリミア半島から航空機撤収の動きがあることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。基地内の死傷者数などは公表されていないんだけど、通信アプリであるテレグラム上ではロシア軍人が24人死亡したとの説が流れているほか、ウクライナ側からはゲラシチェンコ内相顧問が12日に、衛星画像と自国の情報データに基づいて行った分析の結果として、この爆発によってサキ航空基地のロシア軍パイロットと技術者など60人が死亡し、100人が負傷したとしているよ。このサキ基地の爆発については、ロシアがクリミア半島に設立させたクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ首長が、サキ基地の近くにある集合住宅が62棟破壊され、商業施設20棟と数十棟の民家も大きな被害を受け、数十台の自家用車が破壊されたとテレグラムに投稿して、この爆発によって1人が死亡、子供を含む9人が負傷したとしているが、その裏付けとなる画像などは発表されていないみたい。クリミア半島では、16日にも北部ジェンコイ地区のメイスコエ村に設置されていた弾薬庫で爆発が発生したほか、近隣の変電所などでも火災が発生しているなどして、これらについてはロシア国防省がウクライナの破壊工作が原因としているんだ。メイスコエ村の弾薬庫の爆発についてもクリミア共和国のアクショーノフ首長が、弾薬庫が爆発してために民間人2人が負傷したとした上で、弾薬庫から 5km 以内の住民およそ2000人を避難させたとしてテレグラムに投稿していたよ。クリミア半島の先住民族であるタタール人組織クリミアタタールの指導者レファト・チュバロフ氏は Facebook 上で、弾薬庫の爆発についてかなり遠くまで聞こえるほどの大きい音がしたと述べて、これら一連の爆発は高い精度の誘導爆撃によるものであると指摘していたんだ。また、18日にもセバストポリ軍港の北にあるベルベク基地付近で爆発音が4回発生し、ロケット弾が映っている映像が、ウクライナのマスコミのニュースサイトに投稿されたと報じられているんだけど、これについては、セバストポリのミハイル・ラズボザエフ知事が、ロシアの対空システムがウクライナの無人機を撃墜したとした上で、被害はなく、負傷者も出ていないと述べているんだって。ウクライナ側ではこれらの爆発に関して、ウクライナ軍の攻撃によるものではないとしつつも、特殊部隊の破壊工作や地元住民によるパルチザンなどをほのめかす発言が見られ、ポドリャク大統領府長官顧問は、11日にベラルーシでも発生した軍用飛行場での爆発の後に、自身のツイッターにおいてクリミアとベラルーシの軍用飛行場で発生した事故を、ロシア軍は警告と捉えるべきだとして、ウクライナから軍服を脱いでされとのコメントを発しているみたい。ほぼほぼウクライナが絡んでいると見て良さそうだね。また、16日にはイェルマーク大統領府長官がウクライナ軍による洗練されたロシア軍の非武装化作戦は、ウクライナ全土を奪還するまで続くとのメッセージを通信アプリに投稿したよ。そして、ゼレンスキー大統領はビデオ演説で占領者の兵站、弾薬、軍事などの装備や式場を破壊することで、我が国民の生命を救うのだと語って、ロシア軍の後方での補給路の遮断なども含めて、それらへの攻撃がウクライナを勝利に導くものであるとしたんだ。このところクリミア半島のロシア軍施設をめぐって派、ウクライナ軍による攻撃あるいは破壊工作と見尽くされている爆発や火災が率で続き家に発生しているが、セバストポリを母港としているロシア海軍の黒海艦隊は、機関であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを失い、その他にも揚陸艦などの損失を受けて以来鳴りを潜めているが、17日にロシア通信 RIA が黒海艦隊の新しい司令官にビクトル・ソロコフ中将が就任したことを伝えているぜ。イーゴリ・オシポフ前司令官は機関モスクワを失った責任を追及されて解任されたと見られているんだけど、この情報が真実であるとしたら、ロシア軍にとって2月24日のウクライナ侵略開始後では最も高位の軍幹部が更迭されたことになるね。ウクライナ軍はここ数週間というもの、戦略的に重要な地域やヘルソン市と、その近郊を占領しているロシア軍の補給線を、高機動ロケット砲システムハイマースなどを用いて組織的に遮断する戦術をとっているよ。これらの最新鋭兵器を西側諸国から供与されているウクライナ軍ではあるんだけど、
兵員数や戦車数でロシア軍に大きく劣勢であるウクライナ軍は、南部でドニプロ川ドニエプル川西岸にあるヘルソン州の州都ヘルソン市に迫ろうとしているものの、奪還するための大規模な攻撃を仕掛けてはおらず、現時点ではハイマースや同じGマース誘導型多連装ロケット発射システムである M207 などによる補給路の遮断や、装備弾薬燃料などの兵站集積地及び司令部、兵舎などへの攻撃を実施してロシア軍を消耗させる作戦を展開しているみたい。補給路の遮断は有効な戦略だもんね。ゼレンスキー大統領やその他の政府高官の発言などから、南部ヘルソン州、ザポリージャ州の奪還のための反攻準備は進めているとされているものの、反攻を仕掛けて撃退されるようなことがあれば、兵力の少ないウクライナ軍では戦力の再編成が難しいために、確実にロシア軍を圧倒して奪還できるとの確信を持てるまでは、これまで通りにロシア軍の消耗を強いてドニプロ川の東に退却させる方針を継続するものとみられているな。ロシア軍による侵略が始まってから6ヶ月近くが過ぎ、首都キーウ攻略に失敗したロシア軍はウクライナ東部ドンバス地方の完全制圧を目指していたんだけど、その動きは遅々として制圧が遅れているよ。その一方で、南部ヘルソン州でウクライナ軍の圧力が強まったことによって、ロシアは停滞している東部戦線から部隊を割いて南部戦線へ移動させることを余儀なくされたことで、東部ドンバス地方の制圧にさらに時間がかかるだけでなく、東部において圧迫されていたウクライナ軍に一息つかせて、体制を整える暇を与えてしまっているんだ。現在進行中のドニプロ川西岸に展開しているロシア軍を東岸に展開している部隊と分断する戦略は、奪還のための攻撃との意味合いよりは、ウクライナを占領している部隊を消耗させるとの意味が強いとするなら、この戦争が今後、数週間もしくは数ヶ月にも及ぶ長期的なものとなる可能性が懸念されるね。ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は10日、ウクライナメディアのインタビューにおいて、ロシア軍の出方によっては、ウクライナ軍がヘルソン市を含むドニプロ川西岸一帯を数ヶ月以内に奪還する可能性はあるが、積極的に反攻を仕掛けてより早くヘルソン市奪還が実現する公算は小さいと述べていて、ゼレンスキー大統領が掲げているウクライナの領土の完全な解放を達成するためには、この国土防衛戦争が少なくとも2022年の年末まで続くか、最悪の場合は2023年も継続される可能性は高いと見られているよ。その間、西側諸国からの制裁を受けているロシアが疲弊して撤退するか、あるいはアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国が、経済悪化に根を上げてウクライナを見捨てるか、根比べが続くとする見方が出始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。